どうもこんにちは、吉田さん。山本太郎さんの、まあ、卒業という意味ですか、まあ、支配からの卒業なりなんなりとね、尾崎豊さんに絡めてお話しいただきましたけども、あの尾崎豊さんの卒業、私もね、よく歌詞の方は頭に入ってるんですよ。でも実際にあの卒業って曲は実はあまり私ね、自分好みじゃないなと思ってるところがあって、まあ、つまり学校ごときに支配されるひ弱さって俺はないよねと思ってたんですよ。そもそも面倒くさかったら今日行かなきゃいいって毎日思ってたんですからね。まあでも相対的に行った方が何かと面白いから行っていたってところもありますし、学校に行ったからといってね、気に入らない授業を受けなくてもいいし、気の合わない人と付き合わなくていいし、それからまあね、腹が立つ先生とかとはそんなにね、深く関わらなくてもいいかなと思ってたんで、その程度なんですよね。だからテストが別に10点でも20点でも全然ひるまなかったですし、こんなね、中学や高校のテストぐらいで人生何十年か分かんないけど、それ全部が決まるわけないっていうふうに固くなに思ってましたからね。どっちにしてもあれでしょって、大学行きは全部無罪放免でしょうぐらいのもんだったんですよ。で、常にあったのが今日行かなきゃいいっていうことなんですよ。だから支配されてるって全然思わなくって、それがね、この日本の政治体制とか経済体制とか法律とか税金とかいろいろありますけども、このぐらいで俺はへこたれねえぞと、こんなことに俺は拘束されねえぞっていうような反骨精神って未だにあるんですよね。でも性格的なおせっかいがそこに巣くっていて、まあ、この日本っていう体制に不自由を感じてる人とか息苦しさを感じてる人の役に立ちたいなっていうね、おせっかいな気持ちも出てくるんですよ。だから稼げない人とかを稼がしてあげたいなとかね、偉そうに言いますけども、だから飯食えない人に食わしてやりたいなみたいな、そういう風なね、なんかね、利他精神ってあるんですよね。カッコつけるわけでもなくて、本当にだからこそ家族を持つことに喜びを感じたりもするのかもしれないですし、まあそれからね、見ず知らずの人が稼げるようになって自分のことより嬉しかったりするんですよね。だからなんかね、自分だけは安全圏にいて、わーい万歳ってなかなかなれなくって、いつもね、困ってる人はいないかなとかね、弱くてなんか立ち止まってる人はいないかなとか、世の中の矛盾に苦しんでる人はいないかなって、なんかいつも気になっちゃうんですよね。そういうところが私がね、なんかいまいちなんですかね、生ききれないところかなと。つまり ICO っていうのがあった時に、俺はこれは手を出せないよねっていう風な、まあ変な正義感が働くんですよ。自分が稼ぐために弱者をかもれないなとかね、そういうところはあったりするんですよね。まあでも商売は商売できっちりやっていくところもあったり、やっぱり高額な商品もちゃんと売りますしね。で、売った以上はサポートちゃんとするかなってところなんですよ。まあ特にネットワークビジネスやるときなんてのは、ダウンラインを無視しないとか、自分なりの情報源とか、それから思考力でもって未来予測をしながら誘導する責任を持つとかね、そういうこともしていかないとなと思ったりするわけなんですよね。で、山本太郎さんも多分そうだと思うんですよ。山本太郎さんも自力で自分一人で生きていけるんだけども、でもなんかある意味ね、おせっかいで出しゃばりなところがあって、やっぱこう誰かのために何かをしたいとか、恩返しをしたいとかね、山本太郎さんの表現を借りれば、なんかその一部罪滅ぼしをしてるみたいなところがあるみたいなんですよね。こんな世の中にしたのは誰の責任だ、私の責任だと。私は世の中のことを全く知らずに、世の中が困ってることも知らずに、全然芸能界でね、お金に一切困ったことがなかった、仕事で一切困ったことがなかった、自分の見える景色っていうのはそんなに、落ちぶれた日本ではなかった、でも気がついたんだと。いろんなことを実際に見てみると、関わってみると、この国っていうのはもう痛めつけられて終わってるじゃないかなっていうことね。だからこそ舵を切ってその先頭に立つことを選んだって言ってましたね。かっこいいですよね、まあこうおせっかいというか面倒見というかね、なんかその抱えきれないほどのものを抱えてくれる。まあ、卒業っていう曲に戻りますと、会社ごときに支配されないぞって気持ちもありますし、そもそもそこを選んでいったのはお前だろうとかいうところもあったり、嫌なら今日行かなければいいっていうのはね、嫌なら今日会わなければいいとか、嫌なら今日手放せばいいっていう、まあ、いつもこういうふうな自分自身に対して解放感を持ってるかなと。まあ中にはね、家族を手放す方もいるでしょう、だからなんかね、支配されてるって勝手に自分がそこに居ついてるだけで、でいいこともあるのにそっちを無視して悪いことだけを強調して支配されてるっていうふうに、まあ、表現するだけなのかなと思っちゃいますけどね。まあでも実際に支配されてる人もいるんで、そういう人の少しでもお役に立てればなっていう気もあるんですよね、ということで今日はチャーハンを作りましたんで、いただきます。
うまい、うん、冷えちゃった。